文ちゃんの元気リポート。皆さんこんばんは。文ちゃんこと天海俊人です。皆さんこんばんは。佐々木千明です。はい、さあ文ちゃんよろしくお願いします。6月ですが、6月、はい、梅雨の時期ですね。そうですね。はい、何かその6月って思い出とかエピソードとかありますかね。え、アジサイとかね、綺麗だけど、ね、ね、6月は実はね、はい、あの文ちゃんの家族のファミリー月間なんですよね。あ、聞いたこと確かにおっしゃってましたよね。毎年ね、結婚記念日とあと娘の誕生日、はい、娘2人いるんですけど、うんうんうん、あの2人のエイトも6月なんですね。はい、ですからあの鬱陶しいんですけども、はい、プレゼントとかね、うん、なんかこうパーティーとか、はいはいはい、そういうの 2,3 回やったりとかね、しなきゃいけない、大変なんですよ、ね、大変ですね。でもなんかいいですね、みんなでこう楽しめる、ね、梅雨の時期ってこうちょっとねじめじめしちゃう気持ちも ね出てきちゃうと思うんですけど、ジューンブライドなんで、ね、楽しい。6月はあの一番いい月かな、年間でも。なるほど、はい、そうですね、まあ、ちょっと梅雨の時期いろいろねこううつうつしちゃったりとかっていうのもあると思うんですけど、うん、まあ、夏は間近ですので ね、 そうですね、はい、皆さんも頑張っていきましょう。はい、頑張ってください。はい、この番組は元気自由人ぶんちゃんこと天海俊人さんがラジオを聞きの皆様にいろんな情報を通じていろいろな面で元気になっていただこうという自由な切り口や観点で進めていく番組です。はい、そしてこのぶんちゃんの元気リポートで番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千秋と申します。はい、千秋ちゃんよろしく。はい、現在ですね、埼玉県に本部がございますリゾンという不動産メーカーさんの CM に出演させていただいております。その他にもドラマや映画など、まあ、ちょこちょこ出させていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまず文ちゃんとは具体的にどういった方なのかということを私から簡単にご紹介させていただきたいと思います。文ちゃんは福島県のご出身、高校まで福島でお過ごしになられ、大学進学を機に上京、サラリーマンなどのお仕事を経た後、東日本大震災を体験され50歳を迎えられ、人生をリセットということで、以来ファスティングや健康に注目され、最近は北欧、鳥取、アメリカ、シアトル、シリコンバレーに旅されたり、各メーカーの工場見学、そして今ふるさとである福島県田村市で伝統的な古民家のご実家再生プロジェクトを始めようとされている、まさに文字通り元気自由人な方です。はい、はい、こんな2人でですね、はい、今回もこの番組を通じて皆さんに少しでも元気をお分けできればなと思っておりますので、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、それでは最初のコーナーは道のくスイーツ。このコーナーは文ちゃんが福島県のご出身、はい、そして私佐々木千秋が宮城県の出身ということで、はい、東北地方のスイーツを紹介していこうというコーナーです。はい、スイーツの紹介です。はい、今回はですね、福島県柳津の岩井屋さんの泡まんじゅうについてご紹介させていただこうと思います。まずですね、リサーチによりますと、はい、福島県柳津町とは会津地方の西部に位置する福島県川沼郡にありまして、柳津町は1200年の歴史がある福満国蔵菩薩円蔵寺を中心に、ね、円蔵寺さん、はい、を中心に栄えた門前町です。はい、で七日堂裸参り、あと稚児行列、おこもりなどの、伝統行事が古くから行われてきました。で門前町であったため古くから宿坊が軒を連ねていましたが、今は旅館に姿を変えて情緒あふれるレトロな雰囲気が漂う温泉街となっています。そうなんですね。はいはい、でまたですね、福島県の民芸品赤べこ、赤べこ、はい、この見たことあるんですか。ありますよ、赤べこ、赤べこ、うん、この発祥の、ね、地とも言われています。そうなんですね、首こうブンブンって動くやつですね、ここから出たんですね。可愛いですよね。はい、そんな柳津の代表的なお土産泡まんじゅうは、国蔵菩薩門前に老舗が軒を連ね、自慢の味を競い合っています。で災難に泡ぬようにと、泡ですね、泡ぬようにと、そういうね、そういう意味でなんか縁起を担いだあのふかしたてのおまんじゅうだそうです。うん、そして今回ですね、ご紹介させていただきます岩井屋さんの泡まんじゅうは、一つ一つ丁寧な手作りで、もちもちとした食感のもち米と泡を使った黄色い皮で丹念に練り上げた上質なこしあんを包み、蒸し上げた
4代にわたり守り続けた伝統の風味なんだそうです。はい、はい、ということで文ちゃんに色も黄色だからね、縁起がいいよね。はい、あすごい、なんかとってもね、これあの食べ召し上がったことありますか？ありますよ、もちろん。あ、本当ですか？ね、すごい美味しいんだもの。ね、私初めて食べるんですよ。あ、そうですよね。ね、すごい楽しみなんですけど、あ、なんかちょっとあったかいですね。そう、20秒ぐらいね、はい、あの旦那さんがね、食べる前に20秒ぐらい温めるとね、美味しくなるよって。あ、もともと美味しいんだけど、はい、なんか作りたての感じが出るんだね。そうですね、はい、はい、では早速いただきたいと思います。はい、食べちゃう？文ちゃんからどうぞ。はい、いただきます。はい、とっても黄色い、あ、こんな感じのお月さんみたいなお色ですね。うん、はい、早速いただいてみたいと思います。うん、うん、おいしい。もちもちして、おいしい。どう？おいしいです。おいしいでしょ。はい、これ大人気なんだよね、実は。これあの、まあ、もち米使ってるんで、うん、皮が本当にもちもちしていて、ただお餅とはちょっとやっぱり違う感じ、うん、違うでしょ、ですよね。違いますね。で、中に入ってるこしあんがこのもち米と、うん、あ、とっても合います。おいしい。これね、私初めて食べましたけど結構衝撃的な、ね、人気が出るの分かるでしょ。分かりますね。これ皆さんもぜひですね、泡まんじゅうちょっとチンして、あの電子レンジでチンをして食べて。日持ちしないんだよね。あ、そうなんですね。うん、だから今日もご紹介するのに、はい、昨日買ってきたんですよね。あら、でたまたまあの日本橋にある物産館で、その実演販売やってたんですよね。はい、で旦那さんがもう紹介したいんですけどって言ったら、気持ちしないから前日じゃないとダメだねっていう話になって。あ、そうなんですね。そう、なんか観光地なんかにあるほらお饅頭なんかだと日持ちするじゃないですか。あ、まあでもこう2、3日2日ぐらいしかほら持たないから、うーん、で実際はあれですね、福島まで行ってもらって、はい、ぜひ観光でね、そうですね、行ってもらって、はい、あのお店で食べるのが一番、こう出来たての味をね、ですね、召し上がっていただければと思います。はい、はい、まあ、今回も素敵なスイーツありがとうございました。はい、以上みちのくスイーツのコーナーでした。はい、千秋のメモリーソング。さて、このコーナーは私佐々木千秋の心に残っている楽曲をご紹介させていただくコーナーです。今回はグリーンさんの奇跡をご紹介させていただくんですが、はい、実は私あれ、この曲前もこのコーナーで取り上げたかなって思ったんですね。うん、でちょっと過去の資料というか台本を見た感じ、まあちょうど1年前ぐらいに同じ取り上げさせていただいたんですよ。ただどうしてもですね、この時期ちょっと高校野球のこの夏予選がもう始まる、待ってる季節だと、はい、季節だなということで、思い出の曲なんだね。はい、もう夏に向けてこう高校野球モードに入りやすい時期なんだなということを自分でちょっとよく分かったんですけれども。あるよね、そういう曲って。そうなんです。だからもう本当にメモリーというか、はい、この曲を聴くとこの時期を思い出すっていう曲なんだなということで、はい、再びご紹介させていただきます。はい、はい、でグリーンさんは、まあ、ご存知の方多いと思うんですけども、あの福島県のご出身の、はい、アーティストさんとなってるんですが、そうですね、はい、で今ちょっとどうなのかな、2015年の4月1日から、うん、郡山駅のこの新幹線のホームで奇跡が発車のメロディーとして流れているんですが、はい、うん、私これ実際にあの地元宮城なんで、うん、帰る途中によく、あ、泊まった時に、はい、耳にしていたので、はい、もう本当にあ奇跡だって思いながら、うん、こういつもね宮城に帰ったりしてたんですが、文ちゃんは郡山地元だからね。あ、そうですよね。そうですよね。そうなんです、はい、なんです。であのこの奇跡というあの音楽はですね、楽曲これ映画にもなりまして、うん、はい、松坂桃李さんと菅田将暉さんが主演された、うん、映画奇跡あの日のそびとという映画もあの映画化もされていましてですね、はい、本当にこの曲が出来上がるまでの、うん、まあ、実話を元にした、うん、
ものなんだそうなんですが、それをこう描かれてるということで、まあ、あの本当にいろいろなことを、ね、今お話しさせていただいてますが、うん、まあ、要はあの高校野球のシーズンだなということでワクワクする、はい、もう本当に一言で言ってしまえば高校野球ということで、はいはい、今回選ばさせていただきました、はい。改めまして現在放送中のこの番組ぶんちゃんの元気リポート、担当はぶんちゃんと佐々木千明です、はい。さて今回はぶんちゃんこと天海俊人さんが国内外いろんな都市に旅行に行かれておられ、その独自の観点でリポートしていただこうというコーナーになるんですが、はい、今回は春に行かれたなんとインドについてお話ししていただきたいと思います。はい、はい、インドはね、あの、はい、ムンバイっていうところ、まあ、あの西海岸の方なんですけど、こうなってるじゃないですか、あの星の下みたいになってて、はい、インドって、うんうん、であの西の方のムンバイっていう、はい、インドでいうと第二の都市かな、うん、それでもね1000万人以上ぐらいこう人口あるから、あ、そうなんですか、うん、東京ぐらいだよ、だから、へー、でもそもそもインドって、うん、はい、なかなかこう観光地っていうのとはまたちょっと違う、うん、ないんだよ、まあ、一般的にはないんですけど、あんまりないんですね、治安がそんなにね良くないからね。あ、そうなんですね、うん、なんかそのインドに行きたいというきっかけみたいなのがあるんですか？いや、ほら去年、はい、あの秋にね、あの、シアトルとか、はい、あのシリコンバレー行って、はい、その IT 系のほらあのいろんな大きい、うん、アマゾンとか、はい、あのアップルとかね、はい、あとこの会社に行った時に、やたらねあのインド人の人が多かったんだよね、で、うん、その、まあ、あの向こうのアメリカの会社ってキャンパスって言って大学のキャンパスみたいになってるんだけど、はい、で普通にほらそういうカフェとかあってね、はい、でキャンパス歩いてるとこそのインド人の人がやたら多かったから、はい、やっぱり次ねインド行かなきゃいけないなと思ってなるほど、うん、その時にもうインド行くっていうのは決めてて、あ、そうなんですね、でやっぱりあのインド人ってほらあのソフトウェアとかそのエンジニアとかの数学がね得意な人多かったし、はい、で文ちゃんほらファスティングやってるじゃないですか、はい、でヨガとかそういうラインで言うとガンジーさんとかね、うんうんうん、インドイコールヨガとかガンジーさんとか、うんうん、まあ、東洋医学とか、うん、まあ、そういう発祥の地なので、はい、でまあ、これは、まあ、今まで正直あのインドはね行ったことなかったんで、はい、でせっかくだからじゃあ行こうっていうことで、はい、インド行ってきたんですね。へー、うん、もともとその、ね、きっかけっていうのがやっぱりこう海外に行かれてみて実際にこうインド人が多いなということから行くってやっぱりすごいことだな、うん、だからあと10年か20年ぐらいするとほらあの中国の人口を抜くぐらいね、10を超えるぐらいの人口だって、インド千秋ちゃんも知ってた知らなかったです。もうだから中国抜くぐらいその人口が多いんですよね。そうなんですか、今インドって。いや知りませんでした、うん、だから今まではほらあのアメリカ、はい、中国って言われた、今度は中国の時代だって言われてたけど、はい、今度あと、はい、まあ、10年も20年もしたらねもうインドの、世界がねもうできつつあるのかなとか思ったんで、はい、でまあ、とにかく今のタイミングで見に行こうと思って行ってきたんですね。なるほど、はい、実際行かれてみて、うん、いかがでしたか？いやー、やっぱりね、はい、観光のパンフレットがやっぱりそんなないんだよねインドって。でインターネットなんかで調べると、はい、まあ、治安はあんまり良くないし、あの空気もねあんまり良くないしみたいなことだった。実際そうだった。あれそうなんですか？うん、実際ね、やっぱりなんていうのこうスラム街だ。イメージで言うと東京の、まあ、新宿とか池袋とか渋谷のビルあるじゃないですか、はい、でそういうところの隣にこうねスラム街のこうボロボロの家があったりとかするんだよね、はい、で普通にほら歩道にね、はい、牛がいたりねヤギがいたりね、はい、草っぱがあって、ね、うんちとかねそういうのがあったりとか。あ、そうなんですか。だから匂いもねだから千秋ちゃんなんか行ったら大変だと思いますよ。だから
いやまあでもこうね、あ田舎でね、田舎出身なんです。そういう小さい頃ね、そういう環境にいたら大丈夫かもしれませんけど、まあ、普通に都会ですだって、はい、ああいうところを見ちゃうとびっくりするっていう感じかな、はい、まあ、それでもねやっぱり文ちゃんなんかでっていうと、やっぱり私39年生まれなんですけど、はい、その当時日本もまあそういう時代があったんで、まあ懐かしい、私なんかだと旅行行ったら懐かしいなとか、これからっていう、こうパワーを感じるっていうのかな、そういうのはこう感じるんで、それはこう旅行した時の一番のこう刺激になるんですよね。でなんて言ってもやっぱりあの人間も多いんだけど子供も多いんだよね。で、子供なんかもほら貧しいんだけど、結構みんなね目キラキラして元気だし、そういうのってあんまりほら日本にいる時って、はい、あの体験できないんですけど、そうですね、まあ、東南アジアどこ行ってもまあそんなような体験はできるんだけど、ちょっとまたインドはね別格だったかな。川とかやっぱりあのすごくゴミが溢れたりとか、はい、まあ、そういう写真にねあの撮れないような光景とか、そういうところも、まあ、今行ったらあの Google マップある、はい、あるんで、はい、結構ねあの、まあ、車で動いた時間も多かったんですけど、じゃあここ歩いてみようとかって言って30分とか1時間とか、あのスラム街の中で、ね、歩いたりとか、チャレンジャーっていうかやっぱそういう、まあ、でもそうですよね、さっき言ったように刺激をもらえるんですよね。日本にずっといるとね、こう安全とか、まあ、豊かさは感じるんですけど、やっぱり旅行の醍醐味ってそういうところ行った時に、まあ、そういう体験をあえて自分でこうチャレンジして、ね、大事ですよね、実際にこう体験してみてやっぱりこう見方が変わったりとか、そうですね、ありますからね、聞くだけじゃやっぱりこうねイメージだけ先行しちゃいますもんね。そうなんですよね。であとね、はい、やっぱりあの車、はい、車多いんだけど、クラクションね、はい、パッパパッパー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 とかね、すごくうるさいのも、そうなんですか。東京なんかのこう通りではほらクラクションなんかそんなに聞かないじゃないですか。そうですね、もうずっと四六時中そのクラクションが鳴ってて、でもマンションとかそういうアパートみたいな住んでる人はうるさいよねあれね。で慣れるんだと思うんですけど、まあ、そういうのも、まあ、ちょっとね耐えられなかったりとか、ね、埃もすごいしね。あ、まあそうですね、まあ、悪いことだけっていうか、まあ、それが現実なんで、それをこうお話しすると、あとあの三輪車っていうかな、はい、あの三輪車、力車っていうんだよね、なんか黒いそういうタクシーなんだけど、はい、それがまたねすごいこう車にぶつかったりスレスレのところね、バーッとかって言って、はい、車線変更ももうねウインカー上げないで平気でやるとかね、はい、だから最初1週間ぐらいレンタカー借りて、行こうかなと思ったんだけど、はい、途中でねなんかネット見たら危険だとかって、はい、現地法人の人も運転は禁止とかって言ってるから、まあそうですね、キャンセルしたのね、よかったキャンセルして、もう本当にその地で生まれ育った人じゃないと攻略できないんでしょうね、きっとね、全然走れないと思った、その判断はまあ正解だったんですけど、それでもねあのウーバーって前言ったんですけど、はい、その、まあ、日本で言うと白タクみたいなのがたくさん走ってて、はい、それがね、はい、タクシー1メーターね80円とかね、はい、そのぐらいの料金なんだよね、たくさんもう20回から30回ぐらいはずっと、もうそれで移動して、はい、で行きたいところにパーッと行って、今ほんと海外行ったらね便利、はい、Google マップとか、まあ、あの Google でほら Google 先生に聞くと、はい、何でも教えてくれるし、本当にでございます。でマップ入れるとほらレストランとかカフェとかバーとかね、そういうところも、日本語でほらちゃんとインド行っても出てくるから、はい、そうですね、もう写真がほらあるじゃないですか、はい、レストランなんかも、うん、だからメニューなんかも、はい、でそこだと写真出してでメニュー見ないでこれとかね、いうほらオーダーができたりとか、ああなるほど、写真を見てね、するんだよね。なるほどなるほど。でそんな感じで、まあ、いろんなおしゃれなようなところも行ったし、はい、そういうスラム街にも行ったし、
あとまあ思い出に残るっていうか、記憶に残ってるのはやっぱりガンジーさんのね、はい、記念館みたいなところに行ったんですよ。はい、ガンジーさん知ってるでしょ。知ってますよ。まあ今ね、はい、ほら、国際的なね紛争とか、うん、まあ今でもね戦争してる地域はあるじゃないですか、うん、そうですね。だからこう武器を持ってね、はい、こう争うとまたその武器で返されるみたいな、うん、ことじゃないですか、はい、ガンジーさんはもう非暴力でね、うん、言葉で平和をっていうね素晴らしいじゃないですか素晴らしいことです。本当に千秋ちゃんとかもね、女優さんとかこうね、はい、こうアナウンサーとかやってるとほら言葉で伝えるわけでしょ、うん、はい、だその言葉ってやっぱり大事だななんて ね、 ですよね。やっぱりインド行ってつくづくそのガンジーさんの記念館行って、うん、感じたりとかしました。なんかこう文ちゃんの今回のこの旅のことを今伺って、うん、まあ、もちろんこう自分たちの住んでいる場所とは全然違うということをこう身をもって体験されたということと、はい、あとまあ普段こうね、うん、発してる言葉っていうのがこんなにもっていう深いものなんだっていうのを多分すごく感じられたんだと思うんですよね、うん、あとやっぱり行ってねこう出会った人で、はい、アンジラさんっていう人がね、はい、Airbnb、うん、いつもね言ってる Airbnb のオーナーが、はい、その神戸でなんか真珠の貿易の仕事やった時期があって、で行ったらね、その、はい、泊まりに行ったらいきなり日本語で話しかけられて、はい、びっくりしちゃってね。いやーやっぱりこう母国語で話されると嬉しいんだよね。うん、そうですよね。自分も行って言った時にヒンドゥー語って言ったらね、はい、まあナマステとかって言うんだけど、うん、まあそういうね、向こうの人が喜ぶ単語を、はい、まあ5つ6つ覚えて、でそれで日常会話はね、あとスマイルだから、まあね、そうですよね、うん、で今は同時翻訳の機械みたいなのもね、スマホもあるし、うん、機械もあるんですよ、はい、でそういうのをこう持ってったりとかして、コミュニケーションは、まあ、ジェスチャーでね、はい、基本的なことは英語とかでもできると思うんですけど、まあ、やっぱり母国語っていうのかな、はい、インドだったらまあ英語は通じるんですけども、ヒンドゥー語とかでこう会話するとみんな喜んでくれる。なるほど。だから聞いてるリスナーの方とかもね、うんうん、海外行った時にはその国のこう母国語を、はい、日常会話をちょっと覚えて、はい、まあ、こうやってちょっと ね紙に書いといて ね皆さんにね、そうやっていただきたい。ありがとうとかおはようとかね、こんにちはとかね、そうですね、それはもう実践してやってもらいたいですね。ぜひ皆さんもやってみてください。はい、もっと聞きたかったんですけれども、このあたりでですね、あこのあたりで、はい以上ですね。文ちゃんの残念、はい、さすらい旅日記のコーナーでした、はい、皆さんなんともうエンディングのお時間になってまいりました。今回の文ちゃんの元気リポートいかがだったでしょうか。この番組は毎月2回放送で、毎月第2第4火曜日夕方18時からお送りしております。ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。文ちゃん今回いかがでしたか。はい、今回は、楽しかったですありがとうございます、はいはい、この番組ではですね、お聞きの皆様のご感想ご意見お待ちしております。それでは文ちゃんの元気リポート、今回はこのあたりで失礼させていただきます。また次回どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様のお相手は文ちゃんと佐々木千秋でした。ではまたお耳にかかりましょう。